アクシーノは素粒子物理学の理論から予測される仮想上の基本粒子の一つである。ペッチャイクイン理論は強い相互作用において CP 対称性が高い精度で成立していることをアクシオンと呼ばれるスカラー粒子を導入することで説明しようとした。そのモデルに超対称性を組み入れるとアクシオンに対するフェルミ粒子の超対称性粒子であるアクシーノと ボース粒子の超対称性粒子である、サクシオンの存在が予測される。これらはすべてカイラル頂上に含まれる。アクシーノの質量が、どのような値になるかは、模型の詳細に依存するが、最軽量超対称粒子となる場合もあり、アクシーノは、ダークマターの候補の一つである。山口、アノマリー ミディテッドスパーシモトリブレーキングウィズアキション。ジャーナルオブハイエネルギーフィジェクス1、10、ドイ、10.1088、1126から6708、2002、01、010、フーパー、ダン・アンドリアンタワン、ポッシブルエビデンス・フォーアクスの、ダークマター・イン・ザ・ギャラクティック・バルジ。フィジカルレビュー D70、063506、ドイ、10.1103、 ファスリーブド70.063506ありがとうございます。